こんにちは、カトショです。今日は先日のネパールくん企画の北海道極寒パンツ一丁シングルス対決のアフターメイキングの動画になります。気温氷点下で上半身裸での体力消耗具合、戦術、ポールパーソンの感想などを撮影後に4人で体のケアをしながら話しています。テニスコート上の4人が半裸というまさにカオスな状況だっただけに、レアな試合の振り返りとなっていると思います。しかし実は今回半裸というのは大した重要ではなくて、マシューさんも2人の王子も他の動画で全然脱いでいるので、ネパール君に至っては半裸は日常茶飯事なので、動画の1番のポイントは寒い、そして2番目は真剣勝負っていうところだと思います。ぜひこの動画を見た後でもう一度ネパール君のチャンネルからシングルス対決を見てみてください。あとマシューさんのチャンネルの方でも4人で改めてダブルスをして大接戦でしたので、こちらの動画もぜひ。それではどうぞ。シングルスポジション呼吸が辛い。呼吸本当に辛い。なんでなんだろう。空気入ってこないです。空気が冷たいから。冷たいからやっぱ入ってこないですし、まあ朝一だったんで、まあ、単純に多分寝起きだったらあれ。寝不足なのもあるけど、6時だって7時からで起きたのだって俺6時だから。寝坊した人誰だっけ。ラジオに質問していいかな。お互いどんな戦術だったんですか。俺はバックが入んないから、バックハンド来たら、最初はスライスとかドロップとかでやって、ボレーでやったんだけど、それも通じないから、動けないから、無理やりラリー戦して、温まって、最後はボレーで決めていこうと思ったけど、ちょっとタイブレークの流れも出ないなっていう。僕的には、僕もバックハンドができない。ああね。ああ、まあ、ああ、はい、うん。気づいたら、ああ、ああ、ああ、あの、ああ。まあ、あのコートめちゃくちゃ速いんですよ。だから僕得意で、そういう低い速いかな、テンポ速く展開すればいけるんじゃないかと思ったんですけど、思いのがネパール君足は速くて、速かったね。マジで全部取ってくるんですよ。ノーフィストモードで。そうです。しかもドロップでも全部取ってくるし、決めてくるし、なんだ、スライディングうまいよね。うまい。スライドする技術、いやいやいや、それで結構プラン崩れましたね。うん、負けてるから。なんで途中からは自分の得意コースがフォアのクロスだったりとか、回り込みストレートなんで、それバレてたんで、後半からバックハンドを狙うっていう、バックハンド苦手なんか言ってましたけど、なんかそんな風にあんまり感じなくて。苦手だったでしょ、ボロボロだったら。いや、あれだけですよ、リターンですよ。ああ、そうだね。そうです、うん、なんでラリーになったら案外バックハンド硬かったんで。リターンさ、スライスめっちゃ硬くないの。うん、逆に嫌じゃない、あれ。次に攻めづらい。しかも、ネットより低いところで触らせられてたんで、そのチャンスボールも、それ結構ミスらされて、不可思議だもん。嫌だったなっていう。逆に、ボールボーイに対してはどうでしたか。ボールボーイは遅かったね。あのさ、最年少者2人をボールボーイにこのキッズ2人がさ、遅い、もっともっとテキパキ走りに行く役と投げる役でもっとね、そうですね、途中からね、2人とも追っちゃってる時とか、この時も選手からしたらクレームです。選手からしたらね、来ないんだけど、来ないんだけどっていうのは冗談ですね。そんなことは一切思ってなくて、あの絵面だけ撮れるのおもろいね。マジでおもろかったっす。別にクオリティとか求めてないんですよ。マジでマッチョが走ってるだけでいいんですから。だから別にタプタプしながら、タプタプしながら、ボールボーイは優秀でした。僕らもう笑いこらえるのに必死でね。これが頭回んなかった。4年目ぐらいからさ、ガチになってて、裏話がさ、楽しくパフォーマンスだったりとか、リアクション大きくやっていきましょうみたいな話だったのがさ、もうそんなんどころじゃなくなっちゃって、途中からめっちゃいい試合ね、ガチな試合になって、ガチ。確かに。お互いの気持ちがね、もうすごい伝わってきて、ヒリヒリしちゃう。これ第2戦ぜひ、今度、東京の、そっちのホームで、ホームで、こっちのホームで、ギリギリ勝てたんで、ちょっと練習して、そっちのホームでも。まあ、遅いコートの方が得意なんですよ。やっぱそうですね。だから、今度はちょっと遅い。まあ、ハードは変わらないですけど。有明のハードとかやったらちょうどいい。まあ、有明が裸でやっていいのかわかんないんで、無理だね。絶対無理。今度、夏に灼熱の裸テニスでいいんだよ。海外とかだとでも普通にみんなやってますよね。やってるな、普通で。
になりますね。ありがとうございます。